ロボちゃんガチャ発売中。予体験の授業中に国語の宿題やってたんやけどさ。は？それどういう状況やねん。だからマラソン中に漢字ドリルやっとっただけやって。どうやってやるの？だから普通に走りながら鉛筆持って。危ないよ。だって家で漢字の宿題やりたくないやん。あのな、家でやるから宿題ない。なんで渡るまでお母さんみたいなこと言うの？つまらんな。いやいや、俺はやるとしたら家やけど、家でも学校でもやらんから。悪ぶってるだけやん。は？ムカつくな。そんなことより、呪いの電話って知っとる？何それ。知らんの？おい、この番号にかけると呪われるんやって。そんなわけないやん。まあ俺も信じてないんやけどな。学校の友達から聞いたんや。はぁ？かけてみる？いや別にええわ。怖いやろ。怖くないわ。じゃあかけまーす。もしもし。どう？なんか変な音は聞こえたけど誰も出へんかった。やっぱり嘘やったやろ。つまんな。数時間後。さっきさ、呪いの電話にかけたんやで。懐かしいな、まだそんなんあるん？ああ、お母さんもピチピチの中学生の頃に友達とかけたわ。お母さんにピチピチの頃ってあったん？それでどうやったん？なんか変な音だけ聞こえたような気がしたけど、誰も出んかった。まあ呪いの電話なんか嘘やからな。でも友達がそこにかけたら家に幽霊が来たって言っとったんで。渡るん友達中学生のくせに、どきなん？は？お前に言われたくないわ。まあでもお父さんもそういう電話はほとんどデタラメやと思うで。ほとんど？でもたまにほんまにヤバいやつあるから気をつけろよ。しょうもな。そんなに驚かされても全然怖ないわ。10代の頃は趣味一つなかったやからな。いつまで言っとんの？タケル、ゲームしに行こう。ああ、行こう行こう。あいつら調子こいとるからちょっと怖がらせたろかな。言うと思ったわ。呪いの電話のふりするんやろ。当たり。でも今日やったら怪しまれるから、あの二人が忘れた頃にお父さんかけといてよ。なんでいつもそういうの俺なの？当たり前やろ、月給うんこほどに安いんやから。へいへい。一週間後。教頭先生が学校で飼っとる鶏を勝手に食べてクビになったんやって。え、ほんまに？相当お腹減っとったやな。ん？どれ？あれ？非通知。あ、来た来た。出てみよ。めんどくさ。もしもし。あなたが渡るくんですか？うん。どうしたの？なんかやばいやつからかかってきた。もしかして呪いの電話ちゃん？渡る、お前のことを許さない。絶対に、絶対に殺す。何よ？やばいって、殺すとか言った。呪いはほんまやったってこと？大丈夫？あの歌も意外とやるやん。来た！ただいま。鍵で開けて。おい、見つからんくてさ。なんや、お父さんかい。ほんまに呪いの電話からかかってきたんかと思った。お父さん、なかなか演技うまいやん。え？どういうこと？実はな、渡るを怖がらせようと思ってお父さんに頼んで電話してもらったよ。なんや、そういうことか。え、違うで。もうそういうのええって。そや、お母さんに言われたん忘れとった。え？じゃあさっきのってほんまの呪いの電話？非通知。お母さん、ずるい。お母さん、実家帰るわ。お母さん、お母さん、実家帰るわ。お母さん、実家帰るわ。マジ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 、お母さん帰るわ。青やな、これで自由やわ。この電話番号にかけると呪われる。この電話番号にかけると呪ら。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 行くで。笑うなよ。絶対笑うなよ。行くで。この電話番号にかけると呪われるんやって。タケル目が笑うで。本当に。はい、行くで。
この電話番号にこの電話番号にかけると呪われるらしいんやって。らしいんやってて、らしいとやってた一緒やから。らしいんだよ。お前呪われるんやってでいいんや。ノリ合わせるわ。はい。え？教頭先生が学校で飼っとる鶏を勝手に食べてクビになったんやで。まあ順番どうなんで。教頭先生が飼っとる？学校で飼っとる鶏。教頭先生が学校で飼っとる鶏を勝手に食べて、鶏を勝手に食べて首になった。で、一斉のお母さん教頭先生が、うん、一斉のはい上、うん、教頭先生が何、教頭先生が学校で飼っとる鶏を食ってに首になったんやって。あ、まあそういう勝手に、勝手に食って勝手に食ったんや、うん、食べていいよって言われたら食べるやん、もう食べたら、うん、勝手に食うだろ。それで一斉のはい教頭先生、うん、教頭先生が飼ってる、教頭先生が学校の学校で飼っとる、教頭先生が学校で飼っとるニワトリを勝手に食べて首になったんや。教頭先生が学校で飼っとる、教頭先生が学校で飼っとるニワトリを一人よ。教頭先生、教頭先生がニワトリを飼っ、教頭先生が学校でニワトリを飼っとる。学校で飼っとる。学校で飼っとるニワトリ。教頭先生が学校飼っとる。学校で飼っとる。学校が飼っとる。学校で飼っとる。学校が飼っとる。行くで、いいっすよ。はい。教頭先生が学校で飼っとる。教頭先生が学校で飼っとる鶏を飼っ。行くで。10代の頃、え？シミ一つなかった。シミ一つなかったんやからな。10代の頃はシミ一つなかったんやからな。そこ話してた。さっきのナーは。もう一回言おうか。じゃあそのナーは、ちょっと。10代の頃はシミ一つなかったんやからな。何？はい。次は誰？あ、はい。ほんまに呪いの電話からかかってきたんかと思った。あいつカメラ目線。あれ、ちょ、ほんで。ロボットチャンネルの子供手が発売中。当たりと大当たりになるよ。コンプリートして。ロボットチャンネルのサインゲットして。